まずはですね、除染をさせてください。でそれでまだその線量が下がらないというような状況であればですね、もちろんそうした基準で診療所に達するということで、訪問ささいお家に限ってでもいいので、それも逃げたいとおっしゃっているお宅だけで構わないので、不当確的なマンション指定の設計を、特定避難勧奨地点に指定されると国から支援を受けつつ避難するかどうかの選択が可能になります。国で設定された線引きはありますが、南相馬市では独自の基準を国に要望しています。しかし福島市長の考えは、私は除染できます。徹底した除染、市としては幅広くですね、勧奨地点を設けてもちょっと思われます。いや、そんなこと思わない。避難するのは必ずいいとは思わないから。避難の問題は国が金出さないっつってんだから。渡りの住民はその思いを国にも直接ぶつけました。住民の方々がここまで強く要請しているのに、詳細調査を実施できない理由っていうのが私にはどうしても納得いかないのか、いかがでしょうか。やはり除染の準備を進めることに、力を尽くしていこうということであります。残り10分の9でも今住民の方々がおっしゃっているように1メートル高でも、十分高い値が出ていると、それに対して不安を感じていると調査をやり直してください。調査ですよ。そのことを拒む理由がありますか。何一つとして回答らしい回答はなかった。なぜ私たちが悪いこともしていないのに。そう、我々は我々なりに最善を尽くします。お願いします。本当にお願いします。